23時プレゼンツリゼルルリッンみなさんこんばんはリゼヘルエスタです皆さんコンデル鈴原ルルですこの番組は毎週日曜の18時から18時30分までつまり時間としては6時30時に2時30時に所属する私たち二人の楽しげな投稿をリッスンしてもらう番組ですはいということで35回目、はい、35回目か冬だね<う>ね<ー> <laughs> ルルちゃんい、ね、も冬だねえ <laughs> マフラーもバッチリあったかそう。めちゃめちゃあったかい。マフラー。最近室内だとちょっと暑すぎるかも。暑すぎる。か。外ではしてるマフラー。外では、まあでも最近ちょっとした方がいいかなって思ってる。まだ解禁してないんだけど、そろそろ必要になりそうだね。そうだね。知らない間に寒くなる。私、リセ様にショートカットで。マフラーを。はい。 <laughs> ちょっと始まる前も言ってたんだけど、うん、マフラーを巻いている女の子の髪がいいみたいな、うん、ふショートか、だし、うん、ロングの子がこうマフラーに巻かれてこの部分髪がちょっとこうふわってなるのがちょっとショートカットに見えるようなそそうそう,そう,そうここがちょっとまるく膨らむのが好きって、ねうん、大いにうなずいてもらってるけど。 そういう装いもね、うん、そろそろ見えることかと思いますので皆さんもおたわに見てみて確かめてみてください <laughs> 何言ってるのかねね、ね <laughs> 絶対にしてる子いるからい、ね、いるいる,いるもうそろそろいると思うので。ということであれ暖房とかももうつけてるのかな暖房はまあうちはメスライオンがいるからあそっかずっとつけっぱなした、ね。みたいなけるようにはしてるんだけど、うん なんかね、めちゃめちゃ乾燥するんだよねつけるとまあそれはしょうがないまあそうだよねファンヒーターとか灯油で動く暖房器具なら暖房よりはましなのかなちょっとなんだまあ加湿器も同時に回して頑張りましょう大体クーラーしかつけて。クーラーじゃない暖房だからかもしれないそうねエアコンは、まあある程度はしょうがないまあ確かになあとは加湿器でなんとかするしかないぐらいかそうだね を頑張ってて乗り越えていこう、ね、皆さんも感想にはお気をつけください。うん、ということで早速始めていきましょう「西三寺プレゼンツリゼルルリッスン」今夜も最後まで聞いてね ジ23時プレゼンツリゼルルリッス改めましてリゼヘルエスターです鈴原でねですということで最近なんかあるということで、うん、私はね、えーうん、ネット回線を失いましたけど <laughs> <laughs> 家にそのネット工事が入りますということがあったんですけどもちょっと業者さん間でコミュニケーションがうまくいってなくてできるはずだった工事ができなくってもともとある薄弱な w i f i 無線の w i f i で費用しかなくて、ね、<laughs> すごいね本当に。この前配信のテストを、まあ、視聴者の皆さんに付き合ってもらってやったんだけど、うん、も何だろうライブ 2D がね なんなんていうんだっけこういうのなんとかアニメーションストッパーアニメーションですか<ー>あれみたいになるしそうそうそうなっちゃうしもうマリカは私がカートで落下するたびに止まっちゃうし <laughs> 配信ごとマリカだったんだ <laughs> やったあのテスト環境のテストのためにちょこっとやったんだけどもうね 死にます <laughs> かっやっぱ Wi-Fi じゃダメなんだねうん現代人ネットないとつらいよつらいね内話は特につらいんも<う>なくなったらもう配信なかなかねままならない、ね、ままならないのでもう皆さんもねん工事が入るって時にはよくよく気を付けた方がいいですね,ね業者さんとの連携は、えー、私はあった引っ越しした時にあお引越しとかだとそうかよりあるよね回線ができるはずだったのにできなかったみたいな、うん まあ物件とかによ時期とかによっても違うからあんまり責められないけどもねまあね忙しい時期だったりするとなおさらね特に月だしねあでも配信再開してどうそうだねゆるっと始めて復帰配信とかもしたりしてうんうんうん復帰配 3D でねそうそう出てもらってねハッピージャムジャムいつの間にか私がセンターで踊っててめっちゃびっくりして だからねの引き返して帰っていく予定が何かいつのもに外全然の時に出してて圧倒的存在感とかもね歌わせてもらったんだけどかった本当はねその時もいなかったけどねでもカメラが全然抜いてくんないの頑張ってるのにそれまで吉永がいたからしょうがないんだけど当たり前なんだけどそこ映す予定じゃないからカメラが。申し訳なすぎ 両サイドにひまちゃんのリセ様がいるのにそこが見えてないと思って腕,腕しか見えない見切てたのがおもろかったと評判でしたよ <laughs> <laughs> まあでも何にせよね、ルルちゃんの復帰を盛り上げれてよかったと思いますいや本当に嬉しかったもうひまちゃんもリセ様もね、うん、そうあんまり普段ね、うん、そう人と呼んでワイワイってことをルルちゃんがするタイプじゃないから、うん、そうねしないねだから、うん、なんか いい機会にもなったかなという感じで本当に嬉しかったなまあ皆さんもねちょっと温かく迎え入れてくれてよかったなとうん、うん 今年も残りわずかですがまあ引き続きよろしくお願いします、うん、ということでじゃあここからはリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していこうと思いますラジオネームまた旅さんからいただきましたはい。ニセ様るるさんこんでした。こんでした先日のるるさんの復帰配信お疲れ様でしたるる<ー>さんがライブパートで恐るべきバイタリティを発揮しリスナーに衝撃を与える様子に帰ってきたなと安堵感と 考えを覚えたり去り際にルルさんの背中をポンとして帰っていくリセ様とそれを見送るルルさんの姿にお二人の仲の深まりが感じられたり語り尽くせないほど衝撃と可愛さと幸せが詰まった最高の復活配信でした配信前後の様子や裏話などお聞かせ願えれば幸いですお二人が配信をお休みしている間もこの番組に大きな力をいただきました改めてお二人も復活おめでとうございますこれからも応援しています とのことです嬉しいなぁ私は今なおネットから隔離されてる状態なんですけどね、うん、<laughs> そうだね復活したけどまたと障害がそっかでも、うん、ゆかちょうどタイムリーのお便りだったね,ね いや私ねこれすごいよく見てるなと思って、うん、あ,あそうよく見てるなと思ったね背中ポンってしてくれたんだよ私はねめちゃめちゃ緊張して,て声も震えててラストだよねもうね心臓痛かった時に伊豆様が背中ポンって叩いてくれてやったやったよ見てたねめちゃめちゃ嬉しかった <laughs> そうなんだよかったよかったか泣きそうになっちゃったあの時その瞬間から結構ね張り詰めた顔してあの最後の 視聴者の皆さんへのメッセージを読む前でなんか読む前だよねそう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 。リハーサルの時からそこが一番こうライブパートより何よりもそこが一番ちょっとね心をなんかね緊張させた時だったからさらにねあとここだけ頑張れっていうつもりでやったんだけどそれがねなんかねポンってされた瞬間すっごく嬉しくてよかったよかったでもねそれがまたちょっと今なんか大丈夫大丈夫よかったよかった泣かない泣かない すごいねうるっときたなあの時本当にいやでも本当いい配信だったな全編通して私も直接見守れてよかったと思ういや見守ってるのもすごい凄ましかったよね腹筋しながらとかねお願いマッスルの時だよね視聴者さんが言ってるのあれ生歌だからね当たり前だけどやばいよやばかったね普通に腹筋しながらよくあんなに声が出るなって いやむしろなんかリスナーさんから腹筋してる時の方が声が出てたみたいなことやんなちゃくちゃしっかり発生してたよね最初緊張とかもあったやろっていうあまあ確かに最初すごい緊張した最初の曲なんだったっけえっとね一番最初の音だったっけなジャムジャムとそのお願いマッスルの印象が強すぎてさあまるまるモリモリだわそっかあれかそうそうそう そうだよねなんか途中で歌詞がか2人ともデューチちゃううにってそうダンスも踊らないといけない難しいね頭が混乱してた私とひまちゃんもこっそり控えながらこうやってやってたけど一そうそうなんか練習してた時にねみんなでスタッフさんもねスタッフさんも踊ってた意外と踊れるんだよねハッピージャムジャムとかかハッピージャムジャム踊ってたな周りの人たちも。 みんなでハッピージャブジャブ楽しかったのでも。ね<え>、うん、まあ良き配信でしたよ。うんありがとうございます。ということで。じゃあ次リジェ様お願いします。え、はい、え、ペンネーおつぞうさん。リジェ様鈴原さん、こんばんは。最近リジェ様はインターネット会社工事の関係でネット環境をめちゃくちゃタイムリーだな。奪われ、いろいろと苦労されていらっしゃいましたね。 私も以前引っ越しの際にしばらく光回線がなく電波も不安定でなんとか電波が届く部屋の隅で <laughs> 膝を抱えてスマホとにらめっこしていた時期がありましたお二人はもし1週間くらいインターネットに接続できない環境に置かれたら何をして過ごしますかということで1週間ネット環境を使えない時かうーん。 ああ何するかなネットか、ね、まあ実際私が今そんな環境に近いの、うんですけどでもね結構あのネットを触らないということは何のお仕事も配信もできないから、うん、割とあの美容院行ったりとか、うん、歯医者さん歯医者さん<ー>歯医者さん,者さん病院関係とか<ー>メンテナンス関係とかって。<laughs> あと、つんどくしてたって話してたと思うんだけど、年内にはっていうやつあれも消化できたのがすごくでかかった良かったね、そう考えると呪術会社読んだ、アニメも見たすごいおもろしちゃかったそっか、ネット回線ないっていうのは意外といいのかもしれないねそうやって自分の時間に当てられるのねなかなかできないもんねあんまりね、料理とかもね、普段は結構あもうダメだと思って、Uber e a t って時もあるんだけどそう、料理とかも最近は違和してえ、何作ったのえ、最近何作ったかな、なんか あの有名な人の手抜きレシピみたいな本を買ってそこにある<ー> <laughs> <laughs> なんかねオイスターソースと牛肉をこま切りにしたやつとご飯と炒めるだけあ,<ー>あと黄身のせるだけのやつがめっちゃ美味しくってめっちゃしっかり作ってる、ね、も,ものの5分よで、ね、も <laughs> まあ手軽にできる料理って感じだもん はっっきり忘れちゃた名前でも一番有名な売れてるベストセラーのレシピ本とかだからすぐわかると思うんですけど手抜きご飯とかで調べたらめっちゃ美味しかったあれは本とかで買うんだねそうだね私は結構レシピ本人の知恵がある方が楽と思っちゃうタイプ私ネットで結構見ちゃうタイプなのでクックパッドも登録してるねんだもよね楽片手間にこう なんか本、やっぱ読んだらいいよね。なんか私、読みたいと思う。画面よりもやっぱ大きくこう、がって開いておいてなんかメモれるしね。あ、そう、それもあるね。そう思った。そっか、本買ってみようかな、私も。意外と面白い。本当そう、引っ越ししてから私は本をね、結構処分しちゃったりしたから。そうだよね、重たいしね。幅も取るし。ね。ぜひご検討ください。 ラジオネームぬいさんからいただきました。ニセ様ルルさんコンドレスター。毎週楽しく聞いております。 送ればせながら日文学購入させていたただきましお二人の素晴らしい特徴がいい具合に朗読に表れておりとても楽しませていただきましたうん、うん、そんな折に思いついたのですがお二人は童話など有名な物語系でこの物語の世界に入ってこんなことをしたいとかこの登場人物に成り代わって物語の結末を変えたいなどありますでしょうかお二人のたくましい想像をぜひ聞いてみたいですそれでは。 ありがとうね嬉しいね二虹文学そうだよね二人とも出てたもんね出てた出てた私が白雪姫でるるちゃんがルルちゃんなんだっけ私がねえっとレモンあレモンかそうそうカ元次郎さんの毛色が違うそうなんだよね私もねそれラインナップにあったんだあったのいや私もね あーこういう感じできたんだと思って、えー、しかもレモン <laughs> そう童話系かなって思ってたんだけど、うん、スタッフさんがあの考えてくださったみたいでおそっか私人のやつをでも全然聞けてないからなちょっと買って聞くかどんな感じで私も聞きたいリ様ののやつ私のはね、うん えでもね結構音響がそもそもあのスタジオでいいふうに撮ってもらったから、ね、良いい仕上がりにはなっていると思う、うん、すごいね耳に心地よさそうな感じで撮りましたけどちょっと怖かったよねあそこのスタッフさんが頭を抱えてもらってますけど牢獄と言っちゃったんだけど、うん、ちゃんとしたとこだったから、ね、まあねでも牢獄だったねまあ聞きたない人は牢獄音質聞いて <laughs> 童話に入りたいみたいなのってある変えたいでかー 入って結末変えたいっけか。 私ね結末を変えたいまでは言わないんだけどどこで見たんだったかな国語の教科書で見たのかな「不思議の国のアリス」かなんかで、うん、お姉ちゃんと一緒に、うんうん、序盤も序盤なんだけどうん、うん、庭園でバタークッキーを食べるみたいなシーンがあって、うん、このうさぎ穴に落ちる前にうん、うん、そのシーンのバタークッキーの描写がめちゃめちゃ美味しそうでバタークッキーかー私甘いものダメなんだけどあまりにもさ美味しそうにバタークッキーを描写するからさ、うん、一回そのバタークッキーを食べたいってずっと思ってた記憶 ああでもそういうのなら確かにあるな <laughs> 図書館で本読んでた時あったかな忘れちゃったんだけど, <laughs> だけどお菓子の家に住みたいなとは思う、うん、お菓子の家住む童話ないっけヘンゼルとグレーテンがそれまれいな 大変なことになっちゃうから <laughs> ねなんか前置きなしでもう地獄の釜みたいな、うん、地獄じゃないか地獄釜におさん突き落としそうだよね <laughs> そうだね確かにでもたらあーすごいうわお菓子の家作りたいな作りたい作れないかなマイクラでしか無理かな <laughs> <laughs> マイクラのお菓子の、ね、食べれないじゃんまあでもそうか、ね、私食べれないやよく考えたらあそじゃあなんかあの食べれる系にしたらいいんじゃないなんか甘くない 甘くないお菓子って何おにぎりせんべいとかだけで構成した,みたいなポ,ポテトチップスはいけるポテトチップスは食べれる料理によるけど食べれるのでもしょっぱちゃん集めておにぎりせんべい、うん、プリングルスじゃがりこ、うん いけるいけるいけるけるかななんかすごいじゃがりこで柱みたいにめっちゃいいそうな可愛くないでもおにぎりせんべいとかさ形的にこう屋根屋根になりそうだしめっちゃカロニーだけ高そうだまあでもあれか甘いのよりいいのかなあマーバルチョコ確かに可愛くなるな私作るだけ作ったことはあるんだよな小学生のとにあるのある切ったみたいなのでお母さんと一緒にあ切ったとかあるんだやってみたいな楽しかった 今やっても楽しいよねいすごく楽しいと思う <laughs> えやりたいなびっくりするよ結構ああ<ー> <laughs> それって食べるのそのあと私は食べてないけどそのあとどうしたんだったかなあ,、ね、あげるのかなその時は多分長いこと飾ってて賞味期限を切らしちゃったような気がするなあまあ食べられないよねせっかく作って完食せちゃみたいなでも <laughs> <laughs> もともとそれ用に結構保存期間長めの、うん、食べるよう,とうかはって感じだった気がします、うん、ビスケットとかうん,うん、うん、あーえやってみたいねそんなのあるんだねいつかはやりたいねっということで皆さんもぜひやってみてくださいお菓子きっとうん <laughs> たくさんのお便りありがとうございました引き続き私たちへのメッセージやご相談事など何でもお待ちしております